の前にさっそうと現れた秋山。時刻は7時。生放送本番まではあと1時間。いや、今日ね、はいはい、今日ちょっとね、申し訳ないねんけどね、あれですわ、今日は。今日はそういう。もう今は言わんでいいです、いいです。サラッチ。サラッチやねん、今日。いや、最近ちょっと多ないですか、サラッチ。なんか。で、今日、阪神放送のな、これ密着もついてほしいな。ちょっと、うちさんといてください。お前も阪神さん。まあこんな恥ずかしいところ、リハのね、裏側ですけどね。これ、あるんですか？これ使っていいんですか？うん、それ使ってもって構わへんねんけど。今日結構ありますね。段ボールに入っているのは、スタッフが適当に持ってきたロケの小道具たち。休憩コーナーの生命線。さらちの時、秋山はこの小道具から企画の着想を得ることもあるそうです。まあけどね、僕尊敬してるロケの神様のボタン師匠いるでしょ。ああ、ボタン師匠、うん、ボタン師匠がいつもそのおっしゃってたのが、やっぱ困った時は商店街行けって言ってたんですよ。ほんま。そう、せやからやっぱこういうさらちの時こそ商店街かなって今、なんとなく漠然と思ってるんですけど、はは、まあ、商店街行きましょう、とりあえず。で、ちょっとまだ浮かんでないですけど、このタスキでなんかやりましょう。予算が特に厳しいリアルナイト関西の制作現場で大活躍するのがこの軽トラック。だいたいその東京スペシャルたまにあるんですけど、それ終わった後はだいたいこの軽トラになるんで、乗ることは結構多いですわな。慣れてきましたわ。意外と乗り心地もいいですね。リアルナイト関西は時にリポーターである秋山自身が企画を考えるというのも特徴的。この日も秋山は頭をひねらせていました。タスキを使おうかなってやっぱ思ってまして、うん、でその商店街で例えば魚屋さんとか八百屋さんとかいろいろあるじゃないですか、はいはい、あれのこう大体こう家計で1代目2代目3代目とかってあるじゃないですか、はいはいはい、あれの、2代目から3代目になる、まあ、要は代替わり、うん、その瞬間をこう見届けて僕が新しい次の人に、まあ、2代目とかにこのタスキをかけてあげてこう世代の移り変わりをこうお送りするとかってどうやろう。10分で10分でいけるかな。それはやってみな、わからないじゃないですか。毎回そうじゃないですか、それは、うん、そうしましょうよ、うん、10分で、まあ、だから片っ端からバーって聞いてって、うん、そろそろ、例えばその、ね、お父さんとかに、実は息子に継がせたいけど、まだ言うてへんとかありません、うん、みたいな感じで聞いて、うんうん、ほんで、実はってなったら、もうこれバーってかけて、目の前でこう、なんですか、後継ぎ誕生みたいな瞬間、ないでしょ、こんな今まで、テレビで。企画が全く思いつかない時の隠し玉。それがあのククシリーズ。何を書くとこの企画を生んだのも秋山その人なんです。1の段から、まあ、9の段までもう一度ククをやろうっていうそういう企画ですわ、はい、で今はそれで7の段まで来てて、これでまあ結構人気企画なんで、8の段9の段もやったらよろしいんですけど、まあ、ちょっと温めておきたいという形で、なるほど、一旦ちょっと置いてるっていうような状況ですわね。そうそう、リアルナイトのスタッフさん側が企画考えるパターンと、もうサラチ、あ、ごめんなさい、サラチいうのは何も決まってない状態でそのもう当日を迎えることなんですけど、そのサラチの状態だったら大体僕がもうその場で即興で考えてやるっていうのは大体5分5分ぐらいですわね、うん、サラチって言葉よろしいやろ。使いたいですよね。ちょっと使いたなるね。これはスタジオ AD の柴田がね、なんか言ってたんですよ。さらちみたいですねってボソボソ言うてて、お前それおもろいな言うて、でも僕らも言うようになってね。今何分ですか？40分。まんまだいけますわ。リアルナイトがやるわけないじゃないですか、そんな。やらないです、やらない。そんなんやっても多分同じ結果になるんですよ。そう、そのやらん方がね、まあ、よりリアルじゃないですか。その場の掛け合いとかもそうですし、
かこう決まってた方がこうどうもなんかこう作り物みたいになるから、あんまそういうのが、まあ、個人的には好まないんですよ。せやからちょっとトラブルがまたいいんやないですか。それが生放送の醍醐味ですよ。57分ぐらいになったらちょっとさすがに僕も焦り出すんですけどね。そうですか、はい、それまではちょっとゆっくり自分のペースでっていう感じですね。57分、うん、ちょっと急がなか、うん、さっきの山ちゃんから、あ、ありがとう。あれよあれよという間に本番3分前。この中継隊ほんまに大丈夫なんかいな。いい加減しないともういつかこれ事故りますよほんまに。あ、じゃあこっち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 。はい、どうもあきちゃんでございますけどもね、うん、今日は素晴らしい企画をご用意しております。お、今は あれあきちゃん、あ、ちょっと今音声が乱れて、あ、皆さんお肉屋さん、大丈夫、八百屋さんなどいろいろございますか。そこの店主さんですね、1代目2代目3代目などございますが、そこの2代目が3代目に、もしくは3代目が4代目に、その代替わりの瞬間ですね、私このタスキ、これをですね3代目から4代目の人におかけする、そこをお届けしようというですね、ありがとうございますね。1代目2代目3代目と、これはまさしくね人間ドラマでございますからね、そこの瞬間を私がこのタスキをもっとお届けするというところで、ね、なるほど、非常に今回は深いテーマでございます。はい、なんで今から私この商店街にある、お肉屋さん、八百屋さんなど、一つずつ、お伺いして、そろそろ襲名したくないですかというところですね、聞いていこうと思いますので、なるほど、早速、はい、行ってみたいと思います。せやけど店開いてんのかよ。それはこの先分かることなんで、それも含めてね、まず商店街ちょっと歩いてみようと思うんですよね、はい、10分もあればね、その襲名の一つや二つね見つかるんじゃないですかね。さあ、というわけで、とは言いつつも、カメラさん、これ映せてるんですかね。全然開いてない。ちょっとだけ開いてんのかいな。そうですね、あ、手で持ちますよ、はい。襲名どころやないで。いや、これね、あの、ちょっと、本当に工事時間、今日準備せなんだやろ。お分かりですか。あどこも開いてないです。え、これ終わりですか、これで。終わり、どうするの、終わり。ちょっと U ターンしましょう、 U ターンね。私がちょっと、見落としていたかもしれないです。開いてるお店があったのかもしれないですね。やばいですね。あ、開いてない、開いてないですね。いや、開いてないやなくてね。さあ、私の、無言の時間が流れておりますが、開けれますかね。あ、開かないのかな。なんかもうジングル入るで。やばい、ジングル入る。やばいですね。5、4、3、2、1、また。本番が終わって密着カメラが見たのは、スターらしからぬ秋山の姿、人気リポーターの意外な表情をカメラが初めて捉えました。生放送ですからね、まあ、それはこういう日もあるんじゃないですか。さんまさんはほんまに怒るとき怒るんですよ。だから なんていうんですか、さんまさん、その放送中にその何も起きなかったから怒るとかじゃなくて、その僕らがなんていうか、まあサボってるというか、僕らに火がある場合にすごく怒られるお方なんですよ。だからそれで言うと、ちょっと今日は危ないですね。
番組を率いる笹沼アナウンサーに怒られる。秋山の長い夜はまだ始まったばっかりでした。